今から青木くんがちょっと扉の塗装を実演してくれる。おはようございます。本日は愛知県の稲沢市、ちょっと今日はね、カメラマン付きで撮影するんで、僕が映ると思いますけど、よし、行きましょうか。久々に YouTube 撮るんで。お疲れ様です。よいしょですか。あ、もう割り上げないで現場に、ね、影響の、うん、いつも現場は一人でやってくれてますけど、 YouTube 出てくれるんです。今日はなんか本体の応援ですか。ちょっとつまらんですね。修行に行きました。何やってんすか。まあコツみたいなのあるんすか。ちょっとこれ現場映そうか。じゃあこっちの方が行ってきますか。ちょうど腕を見せるな、ね。なんでこれなスターですね、これ、はい、ね、これささーやって、要はくっつきやすいですよね。そうです、ゴミを払って、要はこの壁を塗るもんで、はい、結局まあつかんように、きちっと養生するんだ。これはもうハゲかなんかでスーッと塗っていくんだなと思うと、きちっと、はい、顔にこれで押さえて、はい、これは今だ、特殊道具じゃないですか。ささなんですよ。自分で作ってるんですか。はい、はあ、これ特殊道具を自分で作っておる。まあやっぱ経験年数が違うと思う。違いますね。田村さん何年でしたっけ、職人。30年ぐらい。ちょっとこれ見てみます。30年の人から見てどうですか。綺麗に剥がれてないですか。全然。じゃあちょっと上行ってみようか。田村さん、じゃあまたよろしくお願いします。30年選手の田村さんに出てまたるらしい。ちょっと上行こうか。よし、プレイ。おはようございます。今何やってんの。今ブラジリーですね。ブラジリー、すいませんね。嬉しそうじゃん、YouTube。 はい、はい、あの言葉で見かけてそうだ、ね、これマンションのもんで、あれだよね、なんかちょっとこう変わっとるな。共用部が中にあるから、これちょっと見てもらうと分かるけど、これ珍しいからね、こういった。いや、これ大変だよな、これ建物、うろたいですよ。わーってなってるんで、ね、難しいですけど、大変なのか。大変中、はい、これなんか YouTube は結構一番人気だったっていう話を。壁塗るときにこの目地とかに塗料が全然入んなくて難しいですね。難しいですか。どうですか、塗ってる感覚としては。自分でできたなって思うときは、はい、まあ、塗りやすいと思うんですけど、はい、塗り残しとかがあると、はい、まあ、塗れてないなって感じですね。やっぱりやりにくいんだなって。なるほど。自分の中でやっぱ難しいと思うときあります。はい、それはもう配っとる感じかな。それ、はい、バッテリーで一回つけてもらって、ちょっと大きい声喋るこれ。つけてもらって今度伸ばしていく感じですね。あ、もう一回は縦には面につけといて、はい、まあ、塗料配るみたいな感じかな。そうですね。それからコロ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 って転がすと、はい、うまく喋れないです。はい、まだうまく喋れないです。まあ、YouTube 出たい出たいっていうか、出たがっとるらしいな。いけないっすと。結構人気が出てるみたいで、ありがとうございます。なんかあのコメントにも入ってるみたいな、ぜひまたコメントしちゃってください。お願いします。喜びますね、僕たち。ただちょっと俺が見とるんで、ちょっと早送りしようみたいな感じ。なんかちょっと頑張っとるような気がする。なあ、俺が俺のせいがちょっと早い気がする。いやすいね。いつもそんな守ってる。いや、必死です、毎日。そう、はい、あの結構今日も手足を褒めとったよ。本当ですか。めっちゃ頑張ってるな。まだ入ってんな。何ヶ月。何ヶ月だった。1ヶ月ちょいなんで、出身人職な、はい、これ差を切られた。うわー、2年やる。違う、表情とかもできるんですけど、まあ全体的に遅いですね、スピードは。あの、あれやっぱ何しろ派手です。はい、塗るのも違う。やっぱ違うんだ。はい、そう、これなんか、でももうこれ塗った。はい、ちょっとじゃあ大きい説明して、こういうとこはこれ塗らない、こう塗って、これ塗ってます。あ、そうなんだ。
これは。それはまだ、あの色は違いますね。ユメロックとかで塗ります。あ、これ上に色塗るわけだ。はい。それこれ逃げ塗っちゃっとる。あ、これ触ったらスピーチした。塗り込んで、そのラインを出しやすいように。あ、そういうこと。ある程度塗り込んでいったわけ。はい。もう剥げたね、やってる。全然残しがないからちょっと俺がチェックしちゃう。全然塗り残しようじゃんか、これ。ちょっと映しちゃおうか。まずいでしょ、これ。問題ね、これ。もう塗り残しないの。問題だよ。電気工事。電気工事破格しました、これ。あ、これ。お願いします。あ、こうやってやるんだ。あ、こうやって塗りつぶしていくの。そう、見つけるのめちゃくちゃ得意だな。昔はよく検査したの。じゃあ下に置いてきましたので、今から青木くんがちょっと扉の塗装を実演してくれる。錆止めだな、これ。ちょっと見ていこうか。こうか。怖っ。それお前の名義だよ。ちょっと、ね、社長ゴルモンでちょっと手が震えてる。あ、本当の職人は手振るねんって言うから。お、すごいね。まあまあまあじゃん。2年目だね。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいね。まあ、あんまりこれ見たから何っていう感じで視聴者の人はつまんないな感じかもしれないけど。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、ちょっとじゃあちょっとこれやってみ。じゃあこれがまあ2年目と。じゃあこれ、じゃあこの入って1ヶ月ぐらいっていうとこんなもんだよ。入れるか。縦もうちょっと縦にいってみようか。あ、これもう震えとるでしょ。ああ。もういいね。あ、やばいなお前。まあこれね、下養生してあるから、ね。はい。完璧な養生してある。なるほどな。どう、青木何点だ。はい、何点。10点ぐらいあるんじゃないですか。嘘つけな、お前。優しいな、お前。ちょっと青木に変わってみ、もう一回。全然お前はやっぱ違うな。違う。なんか全然。あ、ちょっと30年選手にやってもらおうか。あ、そうですね。じゃあちょっとお前やってか。浜田さん、ちょっと今僕ヘルメットかぶってるもんで。浜田さん、ヘルメットかぶってないけど。あ、ちょっと30年選手の腕見せてもいいですか。今ちょうど1ヶ月選手と2年選手がなんかこうスーッと見るかも。見せてるの。ちょっと浜田さん見せてもらっていいですか。ちょっとこっち側でなんかこっちの方がないです。こっちにここで見せてもいいですか。あ、ついに浜田さんがよし、あの手つき全然ちゃうわ。ちょっとちょっと、ここから違う。もう、ああ、全然無理だな。よくよく感じるんだな。めちゃくちゃしかも見えてる。全然違うな。ちょっと、もう大きい声で喋られた。声広がってる俺。小声で喋っちゃった。あ、もう全然違うな。まあ、これ30年。一級持っとるもんね、あの、しかも。トリをつけとんのに取れんだな、はい、お前なんかすげえトリが取れた。何が違うんすか。ちょっとあの、じゃあまあ青木くらいのやつちょっと見て、ちょっとアドバイスくれんすか。ちょっと YouTube 的に面白いかもしれない。ちょっとハムさんあんまり見ちゃったら。面白い。あ、でも分かりやすい。こっちでいこうか。はい、ちょっと見ちゃってくれんすか。アドバイス。こっちで YouTube でこれ人気動画になるか。職人だったら見たいよな。はい、30年選手の名アドバイス。俺がアドバイスしたらどうする。2年目だ。こう一方通行じゃなくて、はい、こっち行ったらこっちから戻ってこないんだ。ああ、なんでですか。こうしたらこう入れないんですか。こうなるたらこう離せないんですか。あとこっちはこういう、ね、大変だ。まず、ちょっと、食べ物がもうちょっと離れて。
こういうザレみたいなのかな、もうちょっとやってみて戻ってから、なるほどね、あ絶対戻ら返しじゃなかった、縦に切って下まで縦を返し、こうこう、アイタップが上から、それから違うな、やっぱちょっと違うな、そうそう、ダメな部分で、ちょっとじゃあそこを踏まえて、僕は浜田さんに差し向けていいか、なるほどの、ちょっと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 、あ、もっと縦立て取るもんな、前と違うもんな、しかし、縦立て取るもんな、クッと入れるときに行くな、寝かしようよ、はい、全然違う、全然違うな、はい、声入ってない、あー、俺もすごいな、ちょっと一気にこっかって行かんのか、お前一気に行くじゃん、じゃあ原田さん、こうスーッと入ってみてからこっかって行くじゃん、この曲もこんなじゃん、結構白だって分かるんじゃないですか、全部抜けないんじゃない、そう、まあ、いきなりグラーっていっちゃうもんね、ミスも出るけど、あと、あの、殺しといて、だんだん、だんだん、こう、合わしてくる、合わしてくるんだよね、ほらほら、あ、なるほどね、で、とにかく引き取るもんで、伸びるもんで、ある程度、あくまでしようじゃないけど、まあ、やっぱ違うな、出ちゃうな、30年ぐらいだな、小声になっちゃうから、本当に真剣なやつになっちゃって、ちょっと、ああ、分かってる、ちょっと拾ってるかな、カサカサでいってるかな、面白いね、この動画ね、ちょっと人気動画になりそうだ、これ、ああ、でもちょっと手つき良くなったじゃん。あとは練習、練習、はい、ひたすら。いや、お前、ハケがやっぱ潰れとるもん。浜田さん、潰れてないもん。はしからだけど、練習で、僕もずっと言ってるもんね。で、あの、横断するんじゃん、お前。何にも言うでしょ、それも。はい。あの、あんまり横断じゃない。仕事なんでね、無理やり入れたら、全然そうだな。足場でもなんでもそうだけど、無理やり組んでったら、おかしくなるもんな。そう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 、いいじゃんいいじゃん、俺全然ドーンって言ったのに、そう言ってるけど、あーでも、あー勉強になるな、はい、じゃあ本日は皆さん愛知県稲沢市でお送りいたしました、せーの、また見てお前結構こいつ慣れとるよね、スコスコ出ます、スコスコ友達が寝るとこあるの、YouTube お前出てるの、ありました、あれ浜田さんとかあるの、浜田さん年いっとるんだよ、先輩から言われましたけど、そう本当、この年になっても職員の世界なもんで、お前は先輩僕お前生意気なんで、まだ YouTube 早いみたいな、生意気YouTube なんかでやるって、そうなんですか、絶対言われるでしょ、ちょっと白白でね、僕の生意気僕の悪い状態ちょっと言ってください、マイク確かに生意気なんで、あの激戦に、よし、ありがとうございます、今日ありがとうございます。